岐阜市にある岐阜県内の特産品を販売するセレクトショップ。ここに今にわかに話題となっている商品があります。真っ黒なスティック、一体何なのか。実演販売が始まりました。担当者が取り出したのはカチカチの氷。手で持っていただいて軽く上から置いてもらえますかね。はい、そうすると溶けてきますので。本当だ。あ、これ氷入ってく感じって分かりますかね。入ってきます。まあ、こんな感じで溶けると見る見るうちに溶けていきます。実はこれアイスクリーム専用のスプーンなのです。その名もウォームテックアイスクリームスプーン。体温がスプーンの持ち手から先まで伝わりやすいため、凍ったアイスクリームでもすぐにすくえるという優れものです。今年9月に発売し、展示会で披露すると3日間でおよそ300の会社が名刺交換をしにブースに集まるほどの話題となりました。価格は4600円から6300円と少々高めです。この魔法のスプーンの開発を先頭に立って進めたのが、中津川市の金属加工会社鈴木工業の多賀正彦さんです。こちらは鈴木工業の本社。創業は1938年。応援機器や家電用の金属プレス部品の加工を中心に、主に大手メーカーの下請けとして経営を続けてきました。多賀さんがウォームテックスプーンを作る機械を見せてくれました。ウォータージェットと呼ばれる加工で、黒い板からスプーンを切り出していきます。 CFRP って言います。かなり、熱伝導率のいい材料で、かなり高価な材料になります。これを使ったスプーンを開発するっていうのは他ではできない、うちが世界で初めて開発した材料になります。普通の金属よりも数十倍高い材料となっておりますので、この材料を使うってことは皆さん多分考えられなかったんだと思います。軽くて強度が高い素材として航空機や自動車などの分野で活用が進む CFRP。 先月初飛行に成功した国産初の小型ジェット旅客機 MRJ の一部にも使われています。アイスクリーム専用スプーンによく使われるステンレス製のものと熱伝導率の違いを比べてみました。2つのスプーンを同時に手に取って20秒間そのまま持ち続けます。するとどうでしょう。ウォームテックスプーンの方がどんどん氷を溶かしていくのがはっきりとわかります。CFRP の熱伝導率はステンレスのおよそ24倍にもなるというのです。オフィスの一角、ここは多賀さんが所属する部署、企画開発室。多賀さんと話し合いをしていたのは鈴木工業の社長、鈴木正樹さんです。企画開発室は鈴木さんの肝煎りで2012年に発足しました。一番の売り上げあったところに行くと4分の1ぐらいにはなってますね。私どものこの業界はどうしても海外との競争っていうのが非常に激しくて、それでの生き残りという形だったものですから、どうしてもそちらの方へ力を注いでしまってっていうところで、本来製造業である精神が薄れてしまったのかなというふうに私は思いました。だからもう一回その精神というか考え方を元に戻したいなというか。再び立ち上がった職人たちはどのようにして魔法のスプーンを完成させたのか。
成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。今まで僕たちはそのものづくりをしていたものですから、誰に売るっていうのは、まあ、今まで既存のお客さんに売るっていうことしかなかったんですけど、あの商品開発ワークショップっていうセミナーがあの開催されましたので、そちらの方に参加をして、その商品開発っていうところのターゲット層を決めて最終的に販売するっていうところまでを学びました。その中でやっぱしあの今のアイスクリームの需要っていうニーズっていうのをいろいろ調査リサーチした結果なんですけど、まあ、最近のアイスクリームの傾向でいくと、例えばのカップアイスなんかでいきますと、数的にはかなりあの少なくなっております。あの数量的には落ちてるんですけど、今度金額ベースで見るとかなり金額は上がっている、まあ、そういうところでやっぱしあの高級志向のアイスクリームにみんなあの行ってるんじゃないかっていうニーズがあったもんですから、それでまあこの商品をまあ高付加価値で売れる商品になるんじゃないかっていうことでちょっと考えました。企画開発室のデスクで多賀さんがあるものをチェックしていました。新型 の, あのウォームテックスプーンのプラスっていうのはネーミングでちょっとスタートしようかなと思ってます。形状を湾曲させて、まあ、少しあの食べやすくしたような形のものになります。展示会と、まあ、年に5回ぐらい出展してるんですけど、その中のお客様のニーズっていうのはやっぱしスプーンってこういうふうに湾曲していたらいいんじゃないですかっていうような、まあ、ニーズがあったものですから、来年2月の展示会に向けて試作を続けていきます。世の中のニーズっていうのをあの、まあ、きちんと調べて、で世の中が要求しているものをあのこの世の中に、まあ、送り出していきたいな。チャンスがあれば世界にも、まあ、販売していきたいっていう考えはあります。部品加工を行う製造業は完成品メーカーが安い労働力を求めて海外に進出したことや、海外から部品が輸入されてくるようになったことから売上規模が縮小しています。協力工場として与えられた図面に忠実に低コストで安定した品質の部品を加工することは強みですが、自社で付加価値の高い完成品を開発して販売する経験はありません。ご覧いただいた鈴木工業の多賀さんは、商品を開発する中でまず市場の動向を調査し、消費者の視点を取り入れることで多くの熱い注目を集める新商品の開発に至りました。環境の変化に立ち向かい、自社で何ができるかから世の中で何が求められるかとの逆転の発想で商品開発したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。